はいどうも、T.T です。きらめき好きアクション、引き続きやっていこうと思います。まあ、お金もね、あれから69万まで増えて、まあ、特に何もしてません。まずは、ゴンドラ立てるとこから行こうかな。うわ、でっか。いいじゃない。いいじゃない。立てれる。あ、なんか変な形になったな。なんか、まあ、いっか。こう、行くか。よし、上級行くぞ、上級行くぞ。伸びれ伸びれ。え、待って、この時点で60万使ってんだけど、いけないかも。え、お金めちゃめちゃかかる。ちょっと待って、これ作った1番目のところが1個無駄だったんだよな多分。それを待っちゃって、それを待っちゃって何回間違えんの。こう回転させたらいけないかな。こっちの方がいいか。こうしたら向こう側に行くってことか。ここ置いたらそっち側行けんのかな。重なれるのかな。あ、重な、越えれる。どうだ、ちょっと邪魔くさいかもしれんけども、金どうだ、足りないか。無理だな、上まで行きたいもん俺。あ、待って、ここで行けるか。ここで行くか。よし、これで行こう。お、ゲレンデ雰囲気めっちゃ硬せ。え、待って、行ったじゃん。あとからまた金また金貯めるだけ。超上級、ゆっくり、まあ、ここはゆっくりで。そういえばさ、スピード上げれるって書いてあったよね。ちょっと上げてみるか。ゆっくりで、あれ？詳細？速さを、あ、維持費めっちゃ上がるんだ。ゲレンデ雰囲気への影響が大きい。速いほど維持費がかかります。あ、お金なかったわ。そうか、これを速くすることによっても、雰囲気上げれるんだ。もう速くやら上がるのかどうかわからんけど。いや待って、せっかくさ、俺60万まで貯めといたのに、ゴンドラ一撃でなくなるかな。乗る人見れるかな。分かりづらいな、これ乗ってるかと。ごちゃごちゃしてんね。ごちゃごちゃ。よくこれぶつからないな。隙間に作ったはいいけど。誰か乗ってくれないかな。まだみんなそんな上手くないからな。上級とか出てこないもんね、まだ。いるかな、上級。いない。あ、いた！校長先生、上級じゃないの。乗って乗って、ぜひ。超上級へようこそ。夏になっちゃった。じゃあ、ちょっと大会でも出てみましょうか。スピードマキシマムカップ出てるね。ダッシュだ、ダッシュ。そしてダッシュ。速さに青春をかける若者よ。集いたまえ。あー、じゃあもうこっち側行ってみようかな。イエティ、イエティいいじゃん。よし、イエティ行こう。で、装備。なんかね、ちょこちょこ買いましたよ。無邪気なスキーとか。買ったけど、クロートスキーもね、買ってみたんだよね。なんか、強くしたら強くなるのかな？クロートだから。よくわかんないけど。ただ強くはないね、今のところ。で、体も、なんか買ったけど、あんまりか。あ、もともとのやつを強くしたんだっけな。うん。ここら辺とかは、まあゴールデングラスとかも買ったんだけど、これはなんかレンタルしたら高いって言うから買って。まあ基本的にはこっち。強化ゴーグルの方、使ってこうかなと思います。で、耳は、まあこれで。OK。あんま変わってないかな、そうなると。で、結構あるね。周りがゆっくりに見える。加速ポイント3。これすごいじゃん。ちょっと待って。スポンサー使っとくか。一応ね。一応ね。うちやっぱスポン、一発逆転を目指せ。え、テンション上がるといいのかな？これ、ウーマからもらった、ウマちゃん人形。え、なになに？え、なにこれ？
入り口かっこよくなってる。テンション上げて、あ、みんな早っ。え、みんな早くない？え、嘘でしょ、嘘でしょ、ヒートアップヒートアップ、嘘でしょ。いや、新記録って、まあまあまあ、恵美子、佐々木、榊、春、斎藤、イエティ、え、こんなに速いの、みんな。え？表彰台を逃してしまいました。くっそ、めっちゃムカつく。ちょっと違う、もう一個の大会、あ、出れなくなってる。ムカつく。ちょっと装備強化しようかな。何がいいんだろうな。無邪気なスキーもいいのかな。クロートスキーが結局上げたら高くなるのか。買ったのがね、この無邪気なスキーとクロートスキー買ったんだよね。クロートスキーちょっと上げてみたいんだよな。200ぐらい使って上げてみっか。やりすぎか。150ぐらい使って200いっか。もうこれでダメだったら本当にもう終わってるな。よし、17。いや、終わってんな。こっちをじゃあ50ぐらい、79使ってみようか。で、いや、こっちの方が可能性あんな。無邪気なスキーの方が。クロートスキー結構苦労しそうだな。先が長そうだな。あー、爽やかハートが一番いいんだけど。アンケート使ってみるか。28ぐらい、キリよくね。全然上がらなかった。よし、ちょっと諦めよう。じゃあこの間に作ってこうか。商品開発研究、コブ斜面、まあこれもね、もうでも作れるようになっちゃったから、作れるっていうか、あの待合所、野外宿泊オブジェクト、外も結構ね充実してるっていうか、今のあのゴンドラでね行ったから、なんせ金を稼ぎたいよね。金を稼ぐとなると商品開発なのか。売店最後の1個、牛乳で何が作れる。ソフトクリーム、練乳バー、まあまあまあ近いな。広い売店、牛乳でソフトクリーム、雪マシュマロ、牛乳で、まあまあまあ、マシュマロって牛乳でできるの？作ったことないから分からんけど。山ブランド、何山ブランドって。大雑把だな。バナナなんて、え、でも回収なんか大会でもらえるのかな。コーヒーカフェ、あ、牛乳結構使うね。牛乳取ってからそういえば強化してないもんな。あ、ここでアイスか。カフェで牛乳ガンガン使うじゃん。バイキングでミルク普通だな。まあけど喫茶店だもん。お、めっちゃ上がった、人気。青汁、青汁そんな人気かな。あ、ここギザ汁ついに出た。でここはたこ焼き屋さん、なんだっけこれは、屋台ね。小麦粉で何ができますか。たこ抜きたこ、たこ抜きたこ、それもたこじゃねえな。たこ抜きたこはたこじゃねえって。ネギたこ、うん、それはまあまあわかる。あ、カレーじゃん。カレーに思い入れあるからな。果実、果実、フルーツカレーみたいな、甘口カレー、あー、なんかフルーツカレーの方が意味わからんね。ベジタブルカレー、野菜カレー、まあそうだな。なんで俺今カッコつけて言ったんだろうな。普通に野菜カレーでよかったな、恥ずかしいわ。なんだ、あ、これなんだっけ、大盛りカレーか。うん、バナナを使ったカレーってなんだろう。自動販売機も結構ね人気っちゃ人気だからね。あ、牛乳、まあこれはもう牛乳でしょうね。ミルク、カルプス、米、
日本酒豆乳甘酒か。あ、甘酒あるね。確かにスキー場結構甘酒あるわ。コーヒー豆、コーヒーか、カフェオレ。あ、でも牛乳使ってないか。ボブコーヒー誰誰。海の幸、海の幸の飲み物って何。待って、海の幸の飲み物ってなんだ。え、出てこない。出てくるわけない、 DHA ドリンクなんてそんなん出てこない。野菜ジュース、野菜ジュースわかるね。ああ、バナナ、ああ、バナナもね、ドリンクだよ。バイキング、バイキングすぐ売り切れんだよな、野菜。野菜料理、ああ、海の幸、シーフード料理ね。うん、わかるわかる。はいはいはい。栗、栗ご飯、栗ご飯どう。栗きんとん、あー、なるほどなるほど。米、まあライスじゃない。あ、米ない。あー、なるほど。ここ全然作らない。あ、ここはいける。里芋なんて俺持ってた。あ、持ってないわ、足りない。あー、売れれば売れるほど屋台の商品を全て開発しきったようです。はい、ものすごくたこ焼きが好きだったんですね。まあまあ、たこ焼き好きよ。うん、記念にこれをプレゼントします。たこ焼きなんて全然食べて、たこ焼きオブジェ、もうオブジェはもうここに並べてたけど、こっち側の邪魔くせえとこ置いてこう。こいつら好き、結構そこそこうまいからちゃんと避けてくれる。環境、あ、環境でなんか、ああ違う、ゲレンデ、あ、そう、財宝オブジェもらいました。トレジャー感あふれる雪像、夏は有志によって石像。こういうのね、スキー場の中で探すっていう楽しみもいいんじゃないかな、君ら。うん、たこ焼きオブジェ何、ふっくらとして美味しそうな雪像。お前たこ焼き今どこにいる。あ、そう、あのね、ゴルフ場でよくさ、ゴルフ場じゃねえわ、スキー場でやっぱ離れちゃう友達とかと、まあ適当に滑るうまさとかバラバラだと離れちゃった時とかに、まあ電話でどこにいるって言った時に、あ、俺たこ焼きオブジェのところみたいな感じでね、言えたらいいよねコントロール誰も乗ってくれてないか、もしかして。まあまあ夏だしな、乗らんか。誰か来ねえかな。おすすめだよ、超上級、行った方がいいよ。お前ら何してんの。うわ、すげえ混んでる。あ、そういえばスクール、あ、こぶしゃめも作るようになったんだ。よく滑る袋、肥料袋、まあ肥料袋、うん、肥料袋っていうよりもなんか俺ら米袋だったけどね。待合所、待合所を手に入れた。野外宿泊オブジェクト、野外宿泊いる、ここにホテルあるのにホテルあるのにと、あ、ちょっと待って、何、雪でできた雪像、雪像、雪道、中は暖かい、冬の夏の間はテントに張り替えてる。いや、だからいるこれ。まあじゃあこの辺遊んどいてもらう、一応よく分からんけどな。コブか、コブ作っとくか。じゃあ、まあでも上級仕様だな、コブは。言ってもどっちに行こうか、コブ滑らせよう。よし、で、あとは建築できるものは基本、あ、これか、待合所、みんなで集まって集団行動、いいね。これは中か。まあでも入り口付近っていうか出口付近であった方がね、集まってスキー靴とか歩きづらいからね、いいんじゃない、こういうところの方が。一風変わったソリがここでレンタルできると聞いてやってきました、お子様。む、なんだこれ、まるでビニール袋みたいな。よし、とりあえず滑ってみよう。あー、米袋で滑ってくれるってこと。マジでスピードえげつないぐらい出るからね、あれ。でも気をつけてね、こんなに出るっていうぐらい出るからね。ミュージシャン、いつもと違う環境なら新しい感性が目覚めるのではと思ってやってきました。大自然の音を聞きながら次の新曲を考えようと思います。じゃーん、じゃじゃじゃーん。だいたいスキー場なんて広瀬香美かグレーしか流れてないけどな
なんかまあ最近全然行ってないから分からんけど、俺のイメージはもう広瀬香美、グレイ、あのなんだっけ、キックザカンクルー、クリスマスラップだっけ、あれキックザカンクルーだったっけの、なんかその3つぐらいの記憶しかないわ。大体それがエンドレスでかかってるっていうイメージだな。まあ田舎のスキー場だからなのかもしれないけどね、俺がよく行くのが。ひょっとしたらね、都会のおしゃれなとこはもっといろんな音楽流れてるかもしれないけど、校長先生がかっこいいな、上級で歩いてるのが。もう上級なのにスキーしねえんだからな中で遊んでるだけだもんな。おばちゃんは田舎、おばちゃんも中級か。あ、これ校長先生か。あれ校長先生何人もいるな、何人も上級だな。あ、パンプキン正直来たな。そこいつからね、このスキー量がとか控えめなスキーみたいなやつ買ってんだけど、まあ今ちょっとお金ないから買えないけど、なかなかねレベル上げがしにくい。そう、この無邪気なスノボのスキー版買ったんだよね。バランスが取りやすい一品限りの貴重な品、少し高性能って書いてある俺にはあんまりなんかピンとこないよね。でスポット辞典は買うようにしてます、金がある限りな。後で多分ね必要な。アフロカツラ、フィーバー、フィーバー一品限りの貴重な品。いやこれもちょっと多分後々必要にはなりそうな気がするな。っていうかさ、俺1000万貯めなきゃいけないんだもんな、遠すぎんゲームバランスおかしすぎん。ゲレンデ雰囲気とか館内人気達成数はクリアしてんのに、今俺6万しかないのよもうちょっとお金貯まる環境がさ整ってもよくない？ 1 ヶ月経っても10万1回いかないからよ。もうちょっとスポットしっかりやったら金稼げんのかな。ちょっとスポット作り込んでみるか。まあどっちにしろお金貯めなきゃいけないから、まあ、カットはしなきゃいけないんだけど、うん、じゃあちょっとスポット、今買ったスポットを元に、ただね、このリピーター狙いはもう存在します。小休止エリアも存在します。足ユートピア存在します。ティータイム存在します。ゲームセンター、噴水。屋台村まだラーメン屋が作れないんだよね。で、バイキングもやってます。和コーナーもあります。氷エリア。研究。野菜培養器。あー、これ研究できるね。はー、なるほど。味わいカフェあります。アイスカフェあります。リラクゼーションルームない。あ、蓄音機入ったからやれるな。うん、シャワールームも研究したらいけると。マッサージ室結構使うな。まあリゾートエリアあります。サンサンエリア、オーディオ機器がない。小さな練習場あります。小さな訓練場あります。クレープ屋、あ、研究したらこれもいけんな。職人エリア、プチ再生箱、刀打ちエリア、室内ガーデン、あ、これいけるな。レッツバラスイーツ、クレープ屋が研究だね。まあこれちょっとやりながらっていう感じで、ちょっとお金も貯めながらっていう感じでちょっとやっていこうと思います。じゃあカットします。あれから時間ちょっと経ちました。見てください、ついに来ました、市長がどうも市長ですどうした市長、ここの勢いがすごくいいので支援して地域活性化させようかなとか考えています。ほう、いい案だな市長。どうぞ吉名に。新しいスポンサーとして市長が登場しました。市長がスポンサーって何？結構大雑把な性格の市長よしない資金援助助かる。もうお金が本当にたまらなくて、まああれから何か変わったといえば、あ、ジャンプ台作りましたね。うん、ぐらい。相変わらずこの超上級はあんまり誰も乗ってくれてない。ちょこちょこ、こいつ多分乗ってくれてんのかな、まあ、ほんとちょっとちょこちょこ乗ってくれてるぐらい。上級がねちらほら出てきたんだよね。ちなみにこいつ上級かな。あ、こいつ上級だね。
校長先生滑ってるわ。でまあちょうど今市長も出てきたことだし、大会参加したいから大会行こうか。あ、5個あるよ。 A プラスとか出てるじゃん、世界一周サンタ。大会とか面白いことやってるじゃない、参加してみたいわ。全力で飛ばすわよ。春スキー牧場杯 B、 この時期には割と暇なものですね。そうだ、大会でも開き出ましょうか。 B プラス、 B プラス、あ、待って、 B の方が低いんじゃない。こっち行ってみるか。牛がいるんですよ、牛が。うち牛をね、牛にスキーを教えてるんです。プロスキーヤーどうした、頑張れ。田舎ばあちゃん校長先生に負けてるぞ、プロスキーヤーが。で今回これもちょっとレベル上げたんだけど、無邪気なスキーって見せかけて、こっち軽量スキーががっつり上げました。校長先生、そうか、初か。いける、大丈夫、校長先生。学校の宣伝しに来てる。まあしてってしてって。これ多分2個目が、あ、スピードだよね。これスピード上げてっていいんじゃないか、これでって思うんだよね。一番右が魅力で真ん中がスピードで左側が体力だと思うんだよね。体力とか別にいらんしな。でスポンサーもね、いろいろあって、まあちょこちょこ変わってますよ。テンションってよくわからんな。いや、よし、これでいこう。加速ポイント1、よし、これでいこう。さあ、こう、おお、ちょっと待って待って待って、ずるいのいる、ずるいのいる。もう滑ってないじゃんそれ。まあそれほんと滑ってないって、あれスノーモービルじゃん。そんなのありえんの。おい、スノーモービル、いや、そんなのずるいって。待って、チャージして、あ、回復しちゃった、チャージして。待って、マジでずるい。あー、ただなんかもう一回言ったら勝てそうな気がする。今ちょっとほんとアイテムの使い方が悪かった。リアリスト、大先生、サボり学生、有給消化中、校長、校長先生、今のはほんと俺が悪かったと思う。ちょ、もう一回行こう。いけるかな、連続していけないのかな。校長先生、えげつないレベルしてるけど、ちょっと校長先生、もう一回いけ、もう一回いける、もう一回いけない。あー、出れない、仕方ない、これいこう。じゃあ、あ、校長先生2回出れない、牛でいく。アイテムの使いどころか分からん。テンションが何なの、テンションっている？もともとのスピードが違うんだけど、こいつらどういう装備してんの？スタミナ全然減らないんだけど。あ、え、あ、終わり？まっすぐだけだっけこれ？あ、そうか。うわー、全然見なかった。牛ごめん。なんかマジで勝てん。ちょっと、まあでも放置してたらさっきの校長先生みたく能力上がってくれるから、それ待たなきゃいけないのかな。お金が全然足りてないっちゃ足りてないしね。うん、1000万でしょ、今300万だからあと3倍でしょ。ずーっと待ってんすよ。まあね、ちょこちょこ商品開発はしたんだけどね。研究、山小屋とかできる、ウーマ防止しとこうか。山小屋、雰囲気が出る山小屋研究、まあこれもしとこう。じゃあホテル増築もしたいよね。いやでも100、いやせめてちょっとここの段階をちょっとやってからだな。もうだって別に大きくしたくねえもん。いや、してもいいんだけど、したからって置きたいもんないしな。大きなもみの木、サンタガールだって。グラスファイバー、これちょっと作ろうかな。強そうじゃない、強そうって何いや、なんかうまそうじゃない、好き。サンタっていうぐらいだからね。サンタガール、雪特化の
キャラなんだから、ある程度スキー上手くないと困るよ。でね、スポットもね、ちょこちょこ作りました。これはね、このマッサージチェアとシャワー室と蓄音機、これはもう適当にやってます。あ、市長行こう、市長、資金援助金くれよ。ではヨシナに。ヨシナに好きやな。何くれんの？気合だるま。へえ、気合か。お近づきの印にこちらを差し上げます。町おこし資料。何町おこ、それはもうこっちの仕事じゃないからね、市長。ちなみに言うけど、町おこしの計画読んで研究。ではすぐに取り掛けましょう、お待ちください。この資料系って何なんだろうな。この町おこしの研究したとして、なんかね、子供のなんとかみたいなものやったんだよね。あ、施設ってできるの？なんか俺やったっけ、開発。あー、これキッズコーナー作ったわ、そういえば。まあ、これ置いてみるか、適当に。よし、ゲレンデは何？あー、キッカーか。あ、レスラーオブジェもらいました。ムキムキなレスラーの雪像。そうだね、じゃあ置こうか。お前今どこにいる？俺レスラーっていう方パターンもありえるからね。よし、ここレスラー雪像は初級ですよっていう分かりやすさ。優しいな、このスキー場、マジで親切が溢れてる。よし、はい、適当に置いて、ゲレンデ雰囲気も上げて。1679、いいね。いや、なかなかお金が貯まるの大変だな、これ。あ、ウーマ帽子、これ何なんだろう。このスキー場はとっても発展していると噂を聞いてやってきました。トリマーガール、トリマーか。このウーマさんの帽子かわいいですね、お土産に買っていこうかな。ウマじゃなくてウーマ。トリマーガールが訪れました。あれもやっぱ着用アイテムなのかな、装備強化であるの。頭か。ある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 、強いのか。あー、ちょっと強化してみるか、50ぐらいで。チューンポイント結構たまるんだよね。どう、レベル3までいったらマイナス15なくせねえかな。まあ魅力魅力ねえか、この帽子じゃ。ここら辺をしっかり上げた方がいいのかな。ミラーレンズ上げて直線大会頑張れるようにしようか。技量、体力、技量、魅力。ほら、技量がやっぱり素早さなのかな、素早さなのかな。ブレイブナイト、これでも良さそうなんだけどな。36、36、66、これちょっとやってみるか。50個だけ。こういうなんか特化しないでいろんなこと手出しちゃってるのがダメなんだろうな。うん、そんな気はする。42、66、やっぱこっちの方が強いのは66だもんな。よし、じゃあまたお金貯める日々に戻ろうかな。あ、子供遊んでるね。あ、やばい、楽しそう楽しそう。695もお金払ってくれるの、子供。大丈夫。あ、大きなもみの木手に入れたね。じゃあ置いてみよう、大きなもみの木。え、基本山の木には、山の木を一刀両断して作り出した冬にはクリスマスツリーになる。あ、いいじゃん。あ、室内アイテムなんだ。まあでもこの辺じゃない、やっぱドン真ん中にあるのがいいよね。大きなもみの木を用意してくれてありがとう、オーナーさん。これでいい子たちがスキー場へ集まりやすくなるわ。私も頑張らなくちゃ。サンタさんお疲れ様です。サンタとトナカイが訪れました。あれ、サンタガールじゃないんだ。あ、クリスマスが来た。魅力めっちゃ上がった。いいぞ、稼いでくれよお前ら、ペースが悪いんだ。
町おこし資料研究が完了しました。これ何なんだろう。町おこし計画書を1個手に入れた。あ、フィーバーか。カレーリンクスの人気が急上昇してお客さんが押し寄せてきそうです。どうやら先ほどの研究の結果フィーバーが起こっているようです。この流れに乗っていきましょう。え、この辺の地域の中でもスキー場が一番盛り上がっていると聞いてやってきました。トラック運転手、噂通りステーキーなとこじゃないか。おっす、一日遊び尽くすぜ。いらっしゃい、遊んでって。え、フィーバーしたわけじゃないの。アイテム、ちょっと待って、アイテムって何、どこで。俺今のはさ、市長のやつはどうなってんの。使うとかできるわけじゃなくて持ってればいいってだけ、そういうことなのかな。フィーバー、あ、なったなるほどね。なんかじゃあこれでこの状態でやってればいいのか。あ、めっちゃ自販機並んでる。自販機すげー混んでんな。ここに自販機置いてる。この自販機とモミの木とプールでここもスポットになってます。お、来た。一桁いけ、いかねえ。12、8。あ、完全人気8。おお、雰囲気2。めちゃめちゃ上がったな。前回24位から上がったけど売り上げ上がらんな。まあ売り上げって別に、いやだけど売り上げ上がってくれないと困るな。館内人気も上がってるな。12位のままか。あ、8、2、レッスラーが強いな。いい雰囲気のスキー場ランキング。いや雰囲気をなんとかしたいよね。よし、頑張ってこ、みんな頑張ってこ、稼いこ。え、なんでミルクめっちゃ下がったな。山小屋で買ってきました。山小屋とかいるの。こういうの作ったらさ、お金ちゃんと増えてる。待って、何、丸太などで作った山小屋なかなかしっかりしている。まあこういうのは端っこの方にあっていいんじゃない。この辺か。電気が邪魔くせえな、このこのスキー場ライトだらけだな。じゃあ1000万まで待ちましょうか。まだ先は長そうだけど、基本的にね、ずっと見てるだけ。オーナーさんありがとうございます。これでみんな安心できます。ああ、山小屋ね。よし、さらに安全度を高めるためにここに通うことにしよう。よろしくお願いします。いや、もうそれでよかったんじゃないの。山小屋いる。うん、実績が達成されました。バブルの再来稼げよお前、バブルの再来っていうぐらいなんだから。中途半端なバブルはいらんぞ。もう木も切ってっちゃうか。全部開拓率90何パーってあるけど 100% までいっちゃうか。せっかくだったらね、行こう行こう。あ、違う、これ金かかるからやめよう。開拓ちょっと待とう。じゃあちょっとお金貯まるのまた待ちますね。はい、来ましたね、1000万。長かったよ。でこっち側にね、ホテルの部屋を寄せました。でもミルクあげるために後ろに花置いてます。で、スキースクール L、 他は特にね変わってないかな。ずっと待ってましたあのね、大会がねちょっとやったかな。あの前回負けたところはクリアしましたね。うん、それぐらいかな。この1000万上がるまでは基本待ちでしたね。まあ、市長がでも結構ね、あの契約更新の時に60万ぐらいくれるので客室が不足しています。え、そんなに混み始めた。広げるか。じゃあ、あ、めっちゃ待ってんじゃん。あ、そう、ちょ待って、じゃあ、あ、間違った、ちょっと待って、ちょっとここだけやりたいな。ひょっとしたら入ってくれるかもしれんからな、作っとけば。建築でこれじゃあ2個。せっかく並べた、あ、違う、危ない、こんなことしててお金減っちゃったらどうしようもない。先に
ランクアップしよう。次8、何番まであんの、まあ、10まであんのかな。もうお金これ以上貯めんのめんどくさいよ。大丈夫、いきましょう、ランクアップ。えい、美しい、ジェズニー素晴らしい。ここまでのスケジュールは今まで見たことがありません。そうでしょう、市長がだってゴマすりに来るぐらいだからな。こちらは最後、あ、最後なんだ。じゃあ最後のランクってことか。支援物になります、どうかお受け取りください。猿温泉別荘、広告都心看板で宣伝、別荘猿温泉、研究数が増加しました。最大ランクが話題になり、お客さん、あ、最大ランクか。まさかランクアップ認定の最上クラスを取得できるとは。さすがオーナーさんです。記念にこれをプレゼントします。これからも頑張りましょう。ピラミッドオブジェ、じゃあまあオブジェも建ててこうか、せっかくだからね。そうか、最後の星をなんだろうな、目的としてやってたつもりなんだけど、思ってた感じでじゃなかったけど、最初、ちょっと待って、何、お猿さん専用の温泉、温泉バナナも悪くないですね。かわいいな。邪魔じゃない、危なくない、こんなところで。まあ、この辺にしとっか。あ、いいね、この端っこにいいね。あ、あ、ごめん、なんかなくなった。何なくなった、何なくなった。あ、これか、神社か。近くの神社の分社、観光客から役を守ってくれるかも。これか。何何、なんで氷の教会、あ、ちょっと待って、氷の教会は優先して、ちょ、すげえ金を無駄にしてるって。神社は、じゃあまあ神社とかもこの辺にしちゃおうか、仕方ねえから。神社と別荘、ランクアップ記念にもらった別荘、見える景色はなかなか悪くない。誰が住むの、俺が住めるの。ライト邪魔くせえとこにあるけどな。まあ許してもらおう。え、ゲレンデまだなんかある、オッケー。あ、今もらったやつだ。あ、ぶどう風、ぶどう園風車、美味しいぶどうが取れるとき、秋にゆっくりと回る風車が人気。これも建てとこう。いやもう、何屋さんこれ。邪魔になってきてるけど大丈夫、もう置いちゃうか、ここドンと。で、ジーボーヤオブジェ、昔の名機種ゲームボーヤの雪像、ゲームボーイだね。じゃあこの雪像は、あ、小屋んとこに置こう、小屋んとこにあるからってね。で、ピラミッド、巨大な三角建築物の雪像、これはもう上でしょうなあ、ピラミッドなんだから。ピラミッドなんだから上でしょっていう、ちょっと理屈がよくわからんけど。こんにちは、また油田が枯れて暇してます、アブファラ国王。いや、枯れたらもう引っ越した方がいいんじゃない、もう何もないでしょって。素敵なスキー場ですね、ゲームで覚えた滑りテクを披露してみようかと思います。ゲーム好きやな、国王うまいのかな。まあだけど、そっか、まだ大会があるからね、大会制覇までやろうか。え、まだあの、オーナーさん、なんとカレーリンクスとスポンサー関係を結びたいという方が来ています。でも今国王出てきちゃってるからな、早速会ってみましょう。はい、天体観測センター、宇宙の秘密を解き明かす鍵がこの山にあるという噂を聞きました。噂を聞きつけてやってきました。間違ってると思うよ、その情報。宇宙の秘密は宇宙にしかねえから、ぜひとも一緒に宇宙を観測し神秘を解き明かしましょう。ほー、どんなんなの。こっか、とても偉いところの気象観測施設。へー、なんか珍しいな、なんかウーマ探索隊とか市長とかサンタさんなんで裸な。あ、夏だからか。へー、面白いね。とかより上に気象が出てくるってどういうことなんだろう。これで流れ星とかもらえますよってことなのかな。うん、ていうかスペースめっちゃ余ってんだよな、これ。さらにでも増築できるんだよね。あれ違う、
増築もしたいよね。あ、天然樹木足りないっていうか、もう 100% いっちまうか。もうここまで来たらいいでしょう。 100% いったってね。え、おお、完成しましたね。おめでとうございます。何の話だろう。何か いっぱい作っちゃったよ。この素晴らしい完成を祝し、記念に滑りに行きましょう。農業技術者が訪れるようになりました。頑張ってくれ。夢観光ね、はい。夢観光もね、お金そこそこ16万くれるからね。天体観測行こうか。じゃあではよろしくお願いします。普通だな。そうだ、お近づけの印こちらを差し上げます。何、気象レーダーいるそれ。なんかあれだな、お客さん多くなってちょっと重くなってきたな。もう削ってこう、ここら辺。これもガンガン削っときますね。 100% にしちゃおう。で、資源加工、違う、研究でラーメン屋もできるようになったんだ。そういえば新幹線開通予定の予定書はこれ、あの市長がねくれました。新幹線開通予定書を読んで研究。そんなの教えちゃっていいのかな。電波塔、メタル合金ガイドブック、気象レーダー、メタル合金、メタル合金。まあじゃあこの辺もじゃあ次回からやりましょうかね。うん、ということで今日のとこはこれぐらいにしましょう。ちょっと動画時間が全然予想ついてないけども、ちょっと短めになっちゃってるかもね。ひょっとしたらプレイ時間的にはめちゃめちゃ長いんだけど多分過去一長いんだけど、うん、まあカットがどれだけ入るかわからないんですけど、まあちょっと今日のとこはこれぐらいにして、また次回やっていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。